イオネル・ペルレア、ヨナル・ペルレア、1900年12月13日から1970年7月29日は、ルーマニア生まれの指揮者。名前については、ジョネル・ペルレアと表記されることも多い。1900年、オグラタ生まれ。1918年に、ドイツに留学し、ミュンヘンでアントン・ビアバルに作曲を学んだ後、 ライプツィヒ音楽院でパウル・グレーナーとトーローゼの訓導を受けた。1922年にライプツィヒの歌劇場のコレペティトゥーアを務めた後、1924年にロストックの歌劇場に移り、1927年にはクルージュイコールナポカの歌劇場の指揮者として帰国した。1928年にはブカレスト歌劇場の首席指揮者となり、その翌年には そこの音楽監督となり、1944年まで、勤めた。1947年から、ミラノのスカラザに客演するようになり、1950年からは、メトロポリタン歌劇場にも登場するようになった。1952年から、マンハッタン音楽学校で教鞭を取るようになった。ものの、1957年には、心臓発作と脳卒中に倒れ、以後は、 左手だけで指揮するようになった。1970年にニューヨークで死去。ありがとうございます。